東京ドームです。読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は左の今村、マウンドに上がります。ドラゴンズ打線はまずは1回の表、先頭バッターが大島、第4球を投げました。高め、空振り三振。バッターは2番京田。第1球打ちました。初球打ち、センターへの打球噛みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番阿部。第1球投げました。打った、坂本ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。今村、右のロドリゲス、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそう。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは吉川、投げた、外角高めいっぱい、見逃し三振。外角高めいっぱいに決まった、投げた、打ちました。ピッチャーは正面、ピッチャー返し、そして今拾い直した、一塁セーフ。バッターは3番丸。第9投げた、初球打ってきた、レフト前クリーンヒット、ボールが点々と転がっている。坂本、3塁です。と丸、ツーベースヒットを放ちました。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。さあ集中してこの対戦に挑みます。第5球投げた、ストライク、空振り三振。最後は150キロストレート。さあピンチで迎えるバッターは亀井。大きな声援が届いています。投げた、絶対痛烈な当たり、掴んで、これで3アウトになります。先ほどのプレーです。ロドリゲス、ワンアウト2、2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターはマルティネス、初球を打ちました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番高橋。第9球、初球を打った、吉川掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番平田。第6球を投げました、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。平田、ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第6球をランナースタート、打った、流し打ち、アウト。中島、自らベースを踏んで3アウト。ドラゴン、2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは中島、投げました、流し打ち、どうだ。マルティネス、バットを掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。さあリプレイです。左バッターボックスは7番大城。第5球投げました、三振。バッターは8番若林、投げました、打ちました、フラフラッと上がった、ピッチャー落下点、これで3アウトチェンジ。ロドリゲス、3回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは加藤、投げました、打ちました。吉川、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャーロドリゲス。第2球、高め、ボール球打った、破った、ロドリゲス、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第5球投げた、打った、いい当たりだ、センターへ飛んだ、取りました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。さあ投球は5球目、空振り三振、バットアウト、ボール球に手が出てしまいました。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー今村。第9投げた、初球から打ってった、阿部取った、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って吉川、第4球を投げた、おっと、デッドボール、デッドボールの際に怪我を負ったようで、現在治療を受けまして、今右バッターボックスには坂本、今日2度目のバッターボックス。インコース高めいっぱい、見逃し三振。第2球投げた、打ちました、ショート正面、強打、ボールを取る、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ、ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは阿部、最初のバッター。さあここで監督は勝負に出ました。第3球を投げた、低め、ボール球打った、ライト前進、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番マルティネス。第1打席はショートフライに倒れています。見逃し三振、
のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打ちました。初球打ち、セカンド左抜けるか、アウト。スリーアウトチェンジ。ドラゴンズクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまう。4回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは岡本。今日のこれは引っ掛けた、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番亀井。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。投げました、打ちました、痛烈、入れば先制だ。さらに伸びていく、バッター先制ホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった。ジャイアンツ先制、1対0。チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは6番中島。第1打席は内野フライに倒れています。第3球を投げました、打ちました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番大城。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、打った、痛烈な当たり、ライト下がった、ジャンプ、ダイレクトで当たった。大城2塁も狙う、大城いいバッティングを見せました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ランナー1人を置いて迎えるバッター若林。第1打席はピッチャーフライに倒れています。さあこの対決に集中します。今季は3球目、投げました、外のボール球打った、レフトへのフライになった、レフト下がった、取りました。これで3アウト。5回の表、1点を追いかけますドラゴンズの攻撃。トップバッターは平田。投げました、内角ボール球打った、キャッチャーの頭上フラフラっと上がっている、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番石垣。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。シュート、空振り三振。バッターは8番加藤。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。あっと弾いた、取れない。坂本今拾った、記録はショートのエラー、ショートのエラーです。第3球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、ロドリゲス、ナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。ランナー2人を置いて迎えるバッターは大城。さあ集中してこの対戦に挑みます。ランナー一斉にスタート、スライダー外れた、フォアボール、これで塁が埋まりました。さあここは監督の手腕の見せ所。次は5球目、投げた、外角高め見逃し三振。リプレイをご覧ください。ドラゴンズ三塁にランナーを置きましたが、どう？ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー今村、打ちました、レフトへ行った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って吉川。今日は三振とデッドボール。5球は3球目、投げた、打ちました、阿部落下点に入った、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番坂本。さあここで何、第9球初球を打ちました、フラフラッと上がった、加藤余裕があります、取ってアウト、3アウトチェンジ。ロドリゲス、試合は後半6回に入ります。先頭バッターは阿部。今日はショートゴロとライトゴロ。低め空振り三振、2者連続三振。バッターは4番マルティネス。今日はショートフライと空振り三振、3者連続三振になり、バッターは5番高橋。今日3打席目、初球打って出た、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ドラゴンジャイアンツこの回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは丸、初球打った、右中間へのフライ、ライト前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番岡本。今日は三振とサードライナー、投げた、アウトロー、空振り三振。ロドリゲス見事なピッチングです。第3球を投げた、154キロ直球、空振り三振。亀井全くタイミング、ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは平田。第1球初球から打ってった、吉川掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは石垣。今日はファーストゴロと三振。投げました、打ちました、いい当たり、破った、
石垣いいバッティング。バッターは8番加藤、はい、今日はセカンドゴロとショートのエラー、はい、ロドリゲス降板。7回の裏ジャイアンツラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッター打った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番大城、投げました、高めボール球打った。マルティネス交代、ヒット、大城ナイスバッティングです。ではバッターは8番若林、今日はピッチャーフライとレフトフライ、投げました、打った、いい当たりだ、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧。7回のドラゴンズ、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは大島、投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、大島いいバッティングを見せました。左バッターボックスは強打、ここまで2打席連続三振、初球送ってきました、キャッチャー目の前、取った、一塁はセーフ、記録はヒット、今日初めてのヒットになりました。さあリプレイです。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、阿部今日はここまで3打数ノーヒット1三振。ジャイアンツここはバントシフトを敷きます。掴みました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは。さあこの対決に、投げました、打ちました、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、ライト前に取りました、ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。バッターは5番高橋、大きなスピード、さあこれで何かを仕掛けてくるようです。投げた、ストライク、空振り三振、今村3安打になります。では改めて今村なんとか切り抜け、ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから今村、谷本交番。さあ次の投球、打ちました、ボールを掴んだ、サードから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って吉川、投げた、三振、右バッターボックスは2番坂本、第3球を投げた、スライダー、空振り三振、福見事なピッチングです。福最後は空、さあいよいよ最終回、トップバッターは平田、第2球投げた、センター前に出る、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番石垣、今日はここまで3打数1安打1三振、投げた、打った、鈍いゴロ、ピッチャーから1塁送球、アウト、ここは意地を見せてほしい。右バッターボックスは8番加藤、スタンドからは必死の声援が続いています。バッターは代打ドノウエ、ドラゴンズ最後のバッターになるのか、さあここで勝負に出ました。第3球、あっと引っ掛けた、坂本バック、落下点に入りました、取りました、試合終了。
今村見事な完封勝利。ドラゴンズ1点差に届かず敗れました。さあ本日のヒーローは2名。